山で思い出したけど、セリさんって今どうしてるのかな。そういえばリラさんたちと一緒に旅に出たんだよね。何か知ってたりする？あれから私たちは旅を続け、これまでと同じように数個の門を見つけ閉じた。セリグロースはその道中ずっと私たちと行動を共にしていた。ライザからもらった多くの花の種を持っていたが、さらに各地で貪欲に種を探していたようだな。そっか、セリさんまだ種を集め続けてたんだ。でもそうだよね、異界だってすごく広いんだろうし、種だっていくらあっても足りないくらいだよね。そんな旅を私たちは続けていたんだが、ある門を閉じるとき、まとまった量の種が揃ったからひとまず帰ると言って、彼女は向こうに旅立った。セリグロースとはそこで別れて、それきり会っていない。どこでどうしているかも私は知らない。だがまだ別れてからそれほど経っていないからな、今も異界のどこかにはいるはずだ。もう会えないのかな。門がどの場所にどうつながっているかわからないのはお前も知っているだろう。だから会いに行くのは簡単ではない。だが私はそこまでは思わないが、こういうのは縁なんだとアンペルはよく言っている。意外と忘れた頃にどこか思いがけないところでひょっこり会うかもな。そうだよね、異界で頑張ってるっていうならいつかどこかで。湖に浮かぶ島か。わらわの里もフィルフサ対策にこうするべきかもしれんの。なんだ？空剣島に来るときはいつも何かしら事件に見舞われている気がするのだが。ライザいらっしゃい。あ、またゴールドコイン貯めてきたの？これと交換ってことでいい？ありがとうね。ライザとはいい取引ができて嬉しいわ。お、何売ってくれるの？ふむふむ、いいものが手に入ったよ。お、いいものが手に入ったよ。お、ふむふむ、いいものが手に入ったよ。お、店のもの全部買ってくれたらロミーさんの笑顔もおまけしちゃうけど。これでいい？いい取引だったよ。毎度ありね。これでいい？いい取引だったよ。毎度ありね。買うでも売るでもライザだったらいつでも大歓迎よ。アガーテ姉さん、どうしたの？なんだか難しい顔してるけど。お前たちか。そうだ、
一応お前たちにも軽く伝えておくか。ん？実はな、先日村にやってきた行商人が王都で話題になっていると言って持ってきた噂話なんだが、どうも王都のそばで竜らしい魔物が現れたという。もっとも今は飛び去っていなくなったそうなんだが。え、王都に？そんな話知らないな。私は前に少しそれらしい話は聞いたことがあるよ。紹介の人たちが軽く話していた程度だけど。そうなのか。でもいなくなったならいいのかな。ひょっとすると空剣島の近くに飛来してきているかもしれないとしてもか。え、そうなの？本当かよ、シャレになってねえぞ。慌てるな、少なくとも空剣島内ではそんな話は全く聞いてない。私もそう頻繁に島から出るわけではないから島外がどうなのかまではわからないが、そもそも情報自体漠然としているから信憑性は薄いが、お前たちも一応気をつけてほしい。お前たちは島外にもよく出歩いているからな。それを言われると。まあ頭の片隅にでも残しておきます。お前はいつも軽く考えすぎだ。王都の竜か。竜か。一応アトリエで対策を考えておいた方がいいかな。息のいいうちに食べてしまいたいな。お前らといるといろんなことがあるからな。島が現れたくらいじゃ。Thank you.
どんな素材も無駄にならないからね。もらえるものはもらっておけ。そういえばタオ、アンペルが言っていたぞ。タオに負けないよう学ばねばと。余計なことを言わんでいい。それは専門範囲が狭いだけで、とはいえちょっと嬉しいね。来てくれるかな。何度経験してもワクワクするね。イルカだ。なかなかお目にかかれないぞ。敵の気配、みな構えよ。ありがとね。みんな敵よ。頑張ろうクラウディア。こっちだ、こっちだ、とどめじゃ。頑張ろう、私の手柄だ。どれにしようかな。大盤振る舞いよ。もう一度、行くぞ。私の全力だよ。行くぞ。
ライザー、私に任せて。そいつなら、そりゃスキラリッツ、そっちなら、それ焼いてこい。よし、今まで行けそう。ライザー、当てられる。やったな、ライザー。風の力を最大限に。今なら鍵が作れるかも。一匹やっつけた。あたしたちの勝ちだね。ま、この程度余裕よ。チヤー！ライザなら有効活用してくれるよね。とりあえず集めておくか。こいつらなら余裕ね。行こう、ライザー。この歌を、そこを踏み込んで、こっちじゃ。よし、一匹やっつけた。いいぞ、ライザー。任せてよ、ライザー。とどめて、当たれ。もう一回、僕が行く、あいつ。今なら攻撃が通りそうだよ。みんな、お疲れ様。次は…出番よ。なんだ、こんなものが突然現れたっていうのに、どうしてもっと大騒ぎにならないんだろう。夕闇には魔が潜むとも言う。用心は欠かすなよ。これが例の宮殿ですか。うん、前から特に変わりはなしか。ふむ、
奴らの宮殿ではあるが、この島自体はわらわが最後に見た万象の大天よりはるかに小さいの。群島すべてを合わせても神代の民の住まう都市城塞にはほど遠いか。でもあんな中身のために豪華な宮殿は建てねえだろう。それともあの石室に何か隠されてるっていうのか。この島そういう何かあるかもって感じが全然なくてさ、宮殿以外全部見たまんまの岩の塊っぽいんだ。ライサの勘なら確かだろうが、ともかく中を調べてみるか。今度は私も行きます。無理はしないでね。ライザもおかしいと思ったらすぐ行って。分かってますとも。あの声、懲りずに来たら今度こそ。よし、行くか。ああ、なるほど。あの外観にこの中身とは、察せよと言わんばかりのキャツラらしいやり口よの。私たちはこの本から竜の風跡って手がかりを見つけたんだ。走り書き以外は暗号で書かれてて全然読めなかったけどね。なるほど、私もある程度なら暗号は。これはアンペルさん、どうかしたの？あ、まさかアンペルさんも声が。いや、違う、そうじゃない。なるほどな。アンペル。ああ、この本の暗号はわかる、読めるだろう。え、本当？さすがアンペルさん。私なら、私だから読める。あいつの本だからだ。あいつ？かつて王宮で私と共に仕えた錬金術師、一度は友と呼んでいた男だ。それってアンペルさんの腕を。ライザ、どういうこと？アンペルさんの知り合いだったってこと？にしちゃ嬉しくはなさそう。腕って、まさか。エミル、お前の元にもこの島は現れていたのか。どうした、アンペル。過ちを犯した錬金術師とその痕跡の前でお前は立ちすくんでいるだけなのか。今はとにかく調査だ。ライザ、ざっとでいい、分かったことを教えてくれ。うん。腕っていうのは何のことですか？思い当たる節はあるけど、やめておくよ。このことは触れないであげてほしいな。はい。俺たちもかかるぞ。奇妙なものがあれば教えてくれ。わかった。わかりました。なぜこんなところにいたんだ、貴様は。ダメですね、もう何も見つかりそうにありません。これ以上はその本が頼りか。一度拠点に戻ろう。この本はしっかり調べる必要があるだろう。